米中二極体制とは、超大国であるアメリカ合衆国と超大国である中華人民共和国との間の両極体制である。米中間の対立を和らげるために G-2 構想という非公式な特別関係構想がある。2005年にシーフレッドバーグステンが主に経済的な関係として提唱したのが始まりであるが、オバマ政権が発足して間もない頃から、 米中関係の重要性を認識する用語として、外交政策の専門家の間で広く使われるようになり、その範囲も広がった。提唱者には、ズビグネフ・ブレジンスキー元国家、安全保障問題担当大統領補佐官、歴史家のニーアル、ファーガソン、ロバート・ゼーリック元世界銀行総裁、林寄付元同行、チーフ・エコノミストなどがいる。似たような主張としては、 中国側が提唱した新型国際関係がある。世界で最も影響力のある強大な2国として、アメリカの政界では、アメリカと中国が世界の問題を共に解決し、再び冷戦に陥らないようにするために、G-2 の関係構築への強い提言が高まってきている。G-2 の概念は、米中戦略。 経済対話や公式訪問などの主要な二国間会議や G-20 会議、コッペンハーゲンサミットなどの世界的なサミットの際に国際メディアでしばしば喚起されてきた。G-2 の概念は著名な経済学者であるシーフレッド・バーグステンによって2005年に初めて提起された。2009年、バーグステンは そのような関係について以下のような主張した。ズビグネフ・ブレジンスキーはこの概念をこわだかに提唱してきた。彼は2009年1月、両国が正式な国交樹立30周年を迎えた際に、彼は北京でこの概念を公に提唱した。ブレジンスキーは世界金融危機、気候変動、北朝鮮の核開発、イランの核開発計画、 インド・パキスタン緊張、パレスチの問題、国連平和維持活動、核拡散問題、核軍縮などの解決策を乱す上で、非公式の G2 が有用であると考えている。彼は、調和の原則を、我々の集団的な未来を形作るために最も、並外れた可能性を持つ二つの国にふさわしい使命と、呼んだ。歴史家のニアール・ファーガソンも G-2 構想を、 提唱している。彼は、チャイメリカという造語で、米中経済関係の強制性を表現した。世界銀行前総裁のロバート・ゼリック氏と、同銀行前、チーフエコノミスト兼上級副総裁の林寄付は、景気回復のためには、G-2 マイナスが重要であり、米中が協力しなければならないと述べている。彼らは、強力な G-2 がなければ、G-20 は、 期待を裏切るだろうと述べている。広く議論されているにもかかわらず、G-2 の概念は完全に定義されていない。ブレジンスキーによれば、G-2 は現在の現実を表しているとされるが、元外務、英連邦大臣のデイビッド・ミリバンドは、G-2 は近い将来に出現する可能性があるものであるとしている。ミリバンドは、米国、中国、 欧州連合で構成される潜在的な G-3 を生み出す手段として EU 統合を提案している。全米大統領バラク・オバマと全国務長官ヒラリー・クリントンは両国の良好な関係を支持し、より多くの問題でより多くの協力をしてきた。ヘンリー・キッシンジャー元国務長官は、米中関係は新たなレベルに到達することになるであろうと述べている。一方で、クリントンは、 世界のリーダーが、米中という G2 になるとは信じていないし、適切だとも思わないと発言している。これはクリントンが、冷戦のような対立関係ではなく、競争を管理し、協力関係を育てるような仕組みを目指している、ことによるものと見られている。専門家の中には、G、G-2 の有効性に異論を唱える人もいる。ただし、オバマの次に就任したトランプ大統領の、 対中関税発動をきっかけとした、米中貿易戦争や2020年の新型コロナウイルスの世界的大流行の影響により、米中の両国間関係がむしろ悪化してしまった。米中両極体制がようやく形成し、対話や協力に基づいた G-2 構想が機能不全に陥ったとも思われる。ありがとうございます。